はい、こんにちは。では今回は A マイナーのブルーズのね、ベンドを使ったリックのご紹介をしていこうと思います。初心者の方でもね、比較的簡単にできるリックだと思うので、ぜひ最後までご覧ください。まず冒頭に弾いたフレーズのスローで弾きますね。まあ、Aマイナーペンタトニックが1弦の12、10フレットね。で、2弦の10、あ、ごめんなさい、13、10フレット。使う音はここだけなんですが、ベンドを織り交ぜてることで、音がいっぱい使ってるように聞こえますね。まず1弦の12フレットを、ここまでベンドします。どの音と同じになればいいかというと、1弦の15フレットのね、G の音。この12フレットの E の音が G の音になるまで思いっきりベンドします。で、そこから、ブルーノートね、1弦の11フレットが A マイナーにおけるブルーノートになるんですが、こう、クロマチックに加工しますね。で、その後に、ここが、今回の、リックの肝だと思うんですが、2弦のね、10フレットを、13フレットを、まず、15フレットの D の音と同じになるように、アップしてダウンします。で、その後に、右手は弾かないままね、今度はこの音をね、またベンドして、E の音と同じになるようにね、弾いた後に、まあ、こういう風に弾いてますが、ここですね。なかなかこういうフレーズっていうのはピアノとかね、では弾けないギター特有のフレーズだと思います。多少ね、音が上ずるぐらいでいいと思うんですよね。それの方がこう、フィーリングが出てる感じで。ワイルドに、ちょっと外すぐらいで。音もね、2弦の音だけではなくて、他の弦も一緒に鳴らしちゃうぐらいこう、もうワイルドに。それで右手は、オルタネイトで弾いてもいいんですが、まあ全部ダウンで弾くと、ちょっとネチっこい感じが出ていいと思います。あ、ごめんなさい。こうね。少し上げていっぱい上げるって感じですね。揃える音は基本的には、まあ、こういう感じになってればいいんですが、多少ね、上ずってもかっこいいと。というわけで、Aマイナーのベンドリックのご紹介でした。お付き合いありがとうございました。